どうも、ヌヌです。バイオハザードリベレーション、エピソード12進めていきます。これまでのバイオハザードリベレーション聞かせてくれ、オブライエン。全てを明らかにしてくれ。全て計算通り、問題はない。クイーンディードで引き続き宴を楽しんでくれたまえ、ノーマン君。裏の顔を持つモルガンに感づいたレイモンド、彼と私が共に仕掛けた罠、それがベルトロの復活劇だ。雪山のアジト、そして皆を船に集める作戦、全てがモルガンを炙り出すための罠だ。だが私はまだ諦めていない。二人が残した置き土産が切り札となる。エピソード12ですね、進めていきます。ノーマン待て、俺たちはモルガンじゃない。もう無駄よ、彼には聞こえてないわ。なんだこいつ。今の何？瞬間移動。素直に見送ってくれる雰囲気もないわね。倒す他に道はない。ノーマンを倒す。どうやって避ければいいんだろう。なんかここが怪しい。回復薬も使っちゃった。
お、分身。ウイルスの力に頼るな。復讐に支配されている。もう人としての感情は残っていないわ。よいしょ。やばいなこれ。今の何？ちょっと考えますかね。
そ。
倒したか。全てが終わった。やっと死ねるのだ。これで私は。これがモルガンに踊らされた結末か。彼にとってせめて死が安らぎであることを祈るわ。それで散布手段は用意した偽装客船に UAV を積んでおいた。散布に使えるだろう。いいだろう。ではブツを見せてもらおうか。ティー・アビスだ。ワクチンはないまだな。まあそうだろう。この量で町をひっくり返せるわけだ。話は終わった。失礼するよ。誰も想像つかないだろうな。我々忌むべきテロリストに力を与えたのが親愛なる FBC の長官殿であるとは。見ての通り、あなたも今回ばかりは言い逃れできなさそうですな。DSAA を見くびっていたようだな。そして君のこともだ。封鎖していたテラグリジア付近で見つけたものです。もちろん解析済みです。お返ししましょう。オブライエン君、本当は君も気づいているのだろう。テラグリジアパニックがなければ愚昧な大衆どもは眼前の脅威に気づくこともなかった。ええ、それはそうかもしれません。私を拘束できる者などいない。世は導きを求めていた。大義のためなすべきをなしたのだ。それは奇弁ですな。あなたは言った。何時一切の望みを捨てよと。だが私がダンテではないと同様、あなたもウェルギリウスではない。モルガン・ランズディール、現時刻をもってあなたの FBC 長官の任を解く。それからテラグリジアパニックをめぐるテロ組織ベルトルとの共謀容疑で拘束させてもらいます。一つ言わせてもらおう、オブライエン君。 BSAA は大きな間違いを犯しているぞ。どこかで聞いたセリフですな。これでテラグリジアの真実が明るみとなるな。ええ、でも代償は大きかったわ。 BSAA も一から出直しか。今日の嵐は止んだ。でも明日は分からない。
案外うまくやれたわね。組織も思ったよりあっさりとモルガンを切るなんて。そんなもんさ。じゃあ後の報告はよろしく。ああそうそう、なんでパーカーを？想像に任せる。でも BSA がここまでとは思ってなかったわ。これからがちょっと楽しみね。ああお楽しみはこれからだ。はい、というわけでバイオハザードリベレーションズクリアいたしました。最後のやつは話が続きそうな流れで終わりまして、今ダウンロード版で配信が開始されているバイオハザードリベレーションズ2の方に話がつながってるんでしょうかね。どうなんでしょうか。ちょっとそちらはあまりチェックしていないのでわからないんですが、機会があれば遊んでみたいと思います。ゲームクリアおめでとうございます。このデータを使って装備を引き継いで最初から遊ぶことができるようになります。クリアデータを保存しますか？いや保存しておきます。そうですね、ここに保存しておきましょう。というわけで、初見でバイオハザードシリーズ初挑戦ということでやってみました。いかがだったでしょうか。チャンネル登録、高評価とお待ちしております。よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。